祭り筑波とは、毎年8月下旬に、日本、茨城県筑波市で行われるイベントである。筑波市を挙げて行う、新旧交流イベントとして始まった祭りである。来場者数は、例年40万人を超える。筑波研究学園都市であり、他地域、外国出身者も、多いことから、民族的、地域的に多しな文化が混ざっている。各種伝統芸能やコンサート、 大道芸、三越、ねぶた、秋田関東祭りなどのパレード等が行われる。道都市中心部等を会場とする。出展は約500店舗。露店商によるものだけではなく、地元企業や業界団体、食農団体や百貨店、商店、飲食店等もテントを張って模擬店を出展している。祭り2日目には日本信用協会が主催する。 第9回大江戸みこし祭りに登場した日本一、大木筑波万道大みこしの大都御が開催される。開催者は公共交通機関を使用することを推奨している。2010年に筑波市役所が開設されたことにより、同年以降は市役所駐車場を無料臨時駐車場とし、研究学園駅筑波駅の往復割引きギップが販売されている。以前は、 テクノパーク桜に臨時駐車場を開設し、無料送迎バスを配置していたが、つくばエクスプレス開通により廃止された。2008年度は、カ須地区万博記念公園駅前に臨時駐車場が開設された。ありがとうございます。